日本関東地方茨城県筑波未来市、神瀬人生は茨城県筑波未来市にある地名。郵便番号は300-2312。筑波未来市の東部に位置する。地域内は住宅が点在し、牛久沼との境付近に農地がある田は森林等の自然の多く残る地域である。前までは当地域に行くには道路等の交通インフラも決して良いとは言えない。 状況であったが、旧伊稲町が、総合福祉施設、キ楽山ふれあいの丘を開館した結果、旧伊稲町の福祉の拠点として道路が整備され、地域内まで町のバスが走るようになった。筑波未来市となった現在も、旧八原村にあたる、古川の柔ら保健福祉センターとともに、市の福祉の重要拠点である。東は、あ立山、龍ヶ崎市、昌米新田町、西跡、 しげる、武兵神殿、南は痛み、足高、北は、上りと接している。2017年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。筑波未来市、コミュニティバス、未来号が地域内を走っている。コミュニティバス地域内には、神瀬東、気楽山触れ合いの丘、上瀬の3つの停留所がある。私立小中学校に通う場合、学区は、 以下の通りとなる。ありがとうございます。